ペットロックの一例目のついたペットロックの家族ペットロックは1970年代にアメリカで流行した玩具の一つでごく普通の石を仮想的なペットに見立てて愛玩するというもの。1975年アメリカ人のゲイリー・ダウルがペットの飼育には楽しみとともにストレスや出費といった欠点を伴うことからそれらの欠点が一切ないペットとして発案した。 日本でも1977年にトミーから発売された。商品内容はペットとしての石に加え、動物のペットと同じように通気口の開いたキャリーケース、石を鎮座させるための布やわら、飼育方法や訓練方法を記載したマニュアルと血統書がセットになっている。購入者はマニュアルをもとに石に対して犬などと同様に、飼い、お座り、 癖といった基礎訓練を施し、決まった時間に入浴させ、ベッドに入れ休息を与える。さらに、家族、友人、恋人といったペットロックを一緒にさせるといった楽しみもある。ペットロックのブームは半年で終わったものの、その半年間で500万個が売り上げられ、発案者は5616万6419ドルを稼ぎ、一躍大富豪の座につくこととなった。 ただの石に過ぎないペットロックがここまで売れた理由はペットを飼うことで和みを得られ、なおかつ動物の飼育のような様々な面倒さから解放されるといったメリットを消費者に対して効果的にアピールしたためと指摘されている。藤子 F ・藤尾による SF 短編漫画オヤジロックでも取り上げられており、作中では飼い主が勝手に感情移入して満足していると述べられている。 2010年にはパソコン商品版としてただの石をパソコンに USB 接続する USB ペットロックがアメリカで発売され日本でも秋葉原の店頭に並んだ。やはりただの石に過ぎずパソコンに接続しても何も動作することはない。ありがとうございます。